よろしくお願いします。こんにちは、ゆうすけです。こんにちは、ぬーちゃんです。ゆうすけのぬーちゃん、おはようございます。おはようございます。ぬーちゃん、よく起きました。はい、本日9月の28日でございます。はい、実はね、ずっと今月すんごいね、はい、あくびしてるんですね。今月9月15日からセブンイレブンさんより始まってるキャンペーン、第1弾はショコラ BB を買うと小物ケース、第2弾はカップスープを買うとボールペン、そしてまだあれで終わりじゃなかったんですよ。実は今度はこちらです。はい、じゃがじゃがじゃん、見てください、この衝撃的な可愛さ。実は第3弾は2つありまして、まずお菓子、対象のお菓子を2つ、チョコレートですね、チョコレートを2つ買うとヘアピンがもらえる。今ふーちゃんもここにつけてます。はい、実はこれです。かわいいね、ヘアピンがもらえるんですね。対象のしんちゃんだけじゃなくても、そうそうそう、キャラクターは最近上位になったよ。そうそう、この2人、あともう2人いるよ、いるけど、ちょっと今回ね、全部買うとちょっと私たちもね食べ過ぎてしまうので、ということで今回は3つずつにしましたね、選ぶのをね。今回の第3弾は2つやってて、でもう1つは対象のアイスを2つ買うと、こちらのクリアファイルがもらえるというキャンペーンをやっております。というわけで私たちの冷蔵庫にはこちら、はい、今写真が出てますね。今冷凍庫には昨夜パパが買ってきてくれたチョコレートとアイスがこんなたんまり入ってしまいました。これは大変なことですよ。ゆうすけくんとうちゃん、今日からおやつに食べることができますからね。やったねー。お上がりとかにあるんですよ、ね、大変です。はい、でこちらのピンはね、なんかね左右対称あるらしいんですよね。ね、まあ、右につけたい人、左につけたい人いると思うということで作ってくれたんでしょうか。右を左用、そう、ということで、そう、右用と左用買ってみました。ふーちゃんが作ってるのは左用ですね。はい、じゃあではこちらのヘアピンとクリアファイルを開封していきたいと思います。はい、見て見て、後ろ、後ろアイス食べてるよ、ゆうすけくん。じゃあ、パフェもかわいいよ、うん、ほら、パフェ、パフェね、すごいかわいい。はい、はい、こちらなんかこう、ね、なんかクリアファイル、面白いクリアファイルだけど、見開きになってるクリアファイルですね。ここはこうね、クリアファイルになってるよ。で、ここがちゃんと見開きになってて、とってもかわいいですね、これはね、はい、これは人気ありそうですよ。色もね、発色もすごくいいし、パフェもすごい可愛い。紙とか入れるときも、うん、そうそう、うちすごい使うね、このクリアファイルっていうの。ゆうすけくんとふーちゃんのいろんなお手紙とかさ、持ってくのね。あー、かわいい、レモンの帽子かぶってるよ。なにこの衣装、ガリガリ君食べてるのでしょうか。これあれじゃない？これなんかちょっとチョコミントっぽくない？チョコミント。チョコミントっぽくない？なんか下もチョコミントっぽい。ねえ、チョコミントっぽいよね。チョコミント後ろ。で、洋梨？頭にかぶってんの。めちゃめちゃかわいい。これは梨。あ、多分シボちゃんこれソーダ味のアイス。かわいい。シボちゃんがソーダ味なの？うん。そしてキティちゃんが。だけどこれもあるよ。ヘアピンもね、このね、すごいムニムニしてんだよね、ふーちゃん。ね、気持ちいい、痛くないね。じゃあ一回触ってみよう。うん、いいよ。なんかポップイットみたい。ポップイットみたい。ね、でも可愛いです。可愛い。あ、ふーちゃんのコレクションにね。はい。羽がついてる。可愛いね。あー。とっても可愛い。これね、こっちが右用、こっちが左用のね。これ多分ふーちゃんのは
こっちに本当はつけるものなんですけど、今逆側につけています。右と左があるので皆さん買うときにご注意してくださいね。はい、はい、いつもだったらここでお菓子タイムになりますが、今日は早朝のためお菓子はふーちゃんとゆうすけくん幼稚園と学校から帰ってきたら食べようね。あとキャンプとかで食べてもいいかもね。焼きマシュマロでね、一緒にチョコ焼いてね、いっぱいありますからチョコ買ってきましたからね。はい、うん、ヘアピンも持っていくね。あ、連日毎週のように通ったセブンイレブンさんね、これ第3弾で終わりなのかな、これ永遠に続いたりしてね。ねえ、まさか第3弾2つやってくるとは思わなかったのでびっくりしました。昨日情報が入ってきてね。なので皆さんもこれちょっとめちゃくちゃ可愛いのでね、もしかしたらすぐなくなっちゃうかもしれないんですけど、こちらは9月28日から10月11日までやっておりますが、なくなり次第終了ということなので急ぎ目でセブンイレブンさんに行ってみてください。はい、では最後のご挨拶お願いします。皆さんもセブンイレブンでクリアファイルとヘアピンをもらってみてください。動画を最後まで見てください。